さあトップバッターでしたが飛ばしてくれました。はい、それでは、はい、審査員の皆さん点数をお願いします。緊張の一瞬ですね。来ました。90点、96点、95点、0点。0点。さあ出ました。合計点は281点です。はい、いやーレミディアさんどうでした。でもうん、ちょっとやけどしましたけどね。そりゃね、ゴーマ感は犠牲になりましたけど意図したことはできたかなと。いやーすごかったです本当に。フランドールさんは0点？ああ、そうなんですよ。0点って何？確かに面白かったはずなんですが、聞いてみましょう。0点をつけました、四季エイキさん。違うよ。0点じゃないよ。え？ 0 点に見えますけどね。いや、違う違う。これ0じゃなくて丸。丸？そうそう。丸を白く塗ってるでしょ？はい。だから、白っていう意味ね。いや、ちょっとよくわかんないですね。いや、だから、スカーレット家のネタを見たでしょ、今。はい。そのネタが、白か黒かと聞かれれば白。いや、四季エイキさん、0点から100点の間で採点するんですよ。わかってるよ。ああ、そうですか。じゃあ、点数で言うなら何点ですか？それわかんない。なんで？あのね。あ、はい。かぐやさん。四季エイキさんは、白か黒でしかジャッジできないんですよ。白黒限定？そうそう。白黒つける程度の能力なんでね。ほう。悪かったね。いやいや、そんなつもりじゃないんですよ。じゃあわかりました。じゃあ白が100点で、黒が0点でいいですね。それはおかしい。ありえない。いやでも、点数をつけないと進まないんですよ。点数は出せるよ。281点でいいんですか？違うって。え？点数で言うなら、はい。281点白。白？いや、フランドールさん。納得できましたか？点数。0点じゃないならいいですよ。わかりました。では、点数は？あ、はい。281点白です。はい。では、結果をお待ちください。スカーレット家でした。はい。さあ、続いては2組目。続いてのコンビは、この方たちです。どうぞ。